最適化の一つだよって言ってるのがこの A2 っていう条件だと思います。で、安定性の本質的なところは A3 だと思うんですけど、これは何を言ってるかっていうと、今 IJ って2のペア1つ固定しました。で、その IJ 間の連携をアルファに変更した状況を考えましょう。で、その時にここは変更前の I の人の得ている、まあ、効用といいましょうかということなんだけど、ここでまだ変な記号が出てきますけど、これ何を言ってるかというと、IJ ペアに対する S の SIJ をアルファに置き換えたものと思いました。 IJ ペアのところの手付けをアルファに置き換えた元で、一番大きくなるような、利得大きくなるような解を求めたいんだけど、それはただし条件があって、IJ については0から1にできるんだけど、してもいいんだけど、その他のペアについては、I が J 以外のペアについては、もともと1だったところは0から1、もともと0だったところは、新しくこう、ペアが起きるようなことない、増えるようなことはないよという状況下で、一番大きくできるこの利得よりは I さんの現在の利得の方が大きいか、あるいは同じことが J さんの方で言えていますよというのが安定性という話。もしこいつがそういうふうにこう小さくなるのが I さん J さんについて起きているとすると、 I さん J さんはこの約束した手付けアルファのもとでこれを最大にするような割り当てに勝手に組み替えることで利得が増えちゃう。で、X から見ると Y はどうなってるかというと、常に結ばれてないとか結ばれないし、何か約束して組みましょうよって言った人は減らす方向にはいる。 I さんの J です。こんな風に約束するとどうでしょう。そこに2つ、はい、上の人としてはフォアした話になってますけど、はいはい、その暗号にして、で、人を逆のストリップにすると、それがブロッキングペアになる。で、それがないっていう。それがないって。そうですね。そういうふうに理解する。そうですね。そうする、はい、もしブロッキングペアがあるとしますよね。はい。つまり、I と J とアルファ。アルファっていうのがあって、それの逆の強い不等式が成り立っている。成り立っている。はい。そうすると、YIJ、YIJ は多分1になってないと、1になってないといけないいけないはずですよね。だから0、1に限ると、0、1に限ると0だったところが1になるんだと思うんですよね。で、1つ目のこれがあるから0、1がない場合は、その2つの、XIJ、はい、オーダーキーのやつにコンデステンスみたいなの書いてないなと。そうそう、それは正しいです。今、0、1に書いてるからですね。確かにそうですね。これ、ゼロ値に限ってるから、その、y、こっちを最大化する y における ij のあたりと、こっち下の方を最大化する、y における ij のあたりっていうのが、もしかしたら異なってたらまずいんだけど、それ必ず1になってないと、こういう、この両側がこうストリクトに大きくなると起きない。そう。それはこの条件から、この条件から出てくるわけですね。A2 のもとでは言えてるわけです。で、後々の整数の方に持っていくときには、そこのところをちょっと考えましょう。今ここで考えたのは0、1の世界です。で、こんな風に安定性を定義してみましょう。ちょっとその前の、はい、絵がありましたよね。はい、はい、はい。これで言うと、はい、今、I さんと J さんついてないんだけど、はい、で、アルファについて、例えば I さんが何できるかっていうと、はい、以前は一番上の女の人と下の女の人とくっついてたんだけど、これ真ん中とくっつくから下を切るとか、そういうことはない。そういうことだ。ただ新しく、そうですね、これ新しくは出てこない。例えばもともとこれがなくて、これを新しく作らないことはいいですか。でもね、一番左下の男の人と真ん中の J さんがもともとくっついてたんですよね。ここですね。そうそう、はい、でね、I さんはこの真ん中の赤い点々をやるので、はい、一番右下の女の人を切りますよね。はい、切りますね。で、右下の女の人は男2人とくっつけるから初めて一番下でくっついてたっていうのをすると、はい、そこ切られたら下の人とくっつかないかもしれない。はい、で、下の人とくっつかないんだったらだよ、J さんっていうのはもともと右の一番下と2番目の人と2人ペアになるから初めてくっついたかもしれなくて、
さ、一人が誰かを切ったら、そのチェインリアクションがあって、もともとやろうと思っておられたんで、いなくなるケースもあるんで、うん、まあそうなんですけど、そのチェインリアクションの指導があるかないかっていうところですね。で、これがくっついて、これがくっついて、なんかここが壊れたと。でもそれって上じゃないですか。それをくっつけたせいで、はい、愛さんと右下の女の人を切るでしょ、はい、そうすると他の人が、あ、これはまずいっていうので、またまたって移動して、結局 J さんがもともとくっついてた男の人をくっつけなくなっちゃうんだけど、で、そういう意味でこれが安定だと。そういう時は、だからブロックできると言っていいのかどうか。あ、そうワンアンドワンみたいなとさ、これ面倒くさいこと起こらないんだけど、それを言うと、もうこの後全部崩れちゃうだから、それは一応ないですよ。そういうチェンジリアクションまで考えないで、今一緒だからこれを見たときにこの2人がくっつくことで、このグロリアスが壊される。そういうときに不安定と言いましょう。だからこれが壊されなければチェンジリアクションみたいに起きないんですよ、ある意味。こういうペアがいなければそういうチェンジリアクションがない。だからそういう意味ではもうちょっと強い安定性なんですね。チェンジリアクションの始動が起きない、最初のところが起きないよっていうのを言ってます。まあ、ある意味です。心配しなくていいことも心配してるって。まあ、そうかもしれません。そうかもしれません。できないんだけど。だから、あの、深く考えると、深く考えないと、こういうブロックは考えなくてもいいんだ。いいんだ。そういう可能性もあるんですけど、そこまでは深く考えてない。そうですね。会としては厳しいものがあるんですけど。まあ、そういう意味です。ただ、あの、会の時には動かないんで、まあ、安定性としては、まあ、DIY さんが弱いと思う。いい